ってきました。岡山の平日の町の様子です。柳町田町周辺ちょっと今日は歩いていこうかなと思います。田町温泉昼間の3時から、夜の11時までやってる温泉です。入浴料、貸しタオル、石鹸490円、まあ、それでもね、かなり安いですね。駐車場って書いてますけど、目の前かな。で、この場所なんですけど、今後楽座のね、裏です。昔あのポルノ劇場っていうか映画館があったところです。酒屋さんね、あります。ステイ、アットステイ、ウェルカムとアットステイ、こちら入り口ではありません。ホテル、こんなところにあったんですね。あ、ここか。ここがエントランスね。簡易的な感じですね。なんか素泊まり的なホテルかな。まあ本当に知らぬ間にいろんなお店があります。ここもあの一切れ売りだったかな。一切れから1枚からね購入できるお店です。まあ、平日なのでやはり、ね、人はいないですけども、週末になると結構ねに人がいるんですよね。で、ここが
田町と柳町じゃなくて田町と中央町かの境目になります。でここにあの田町交番というのがあっていうことになります。餃子屋さんも多いですね。山伏焼き鳥屋さん入ってるとこは入ってますね。いう感じで今日はお届けいたしました。まだまだ多分週末これからねゴールデンウィーク賑やかになっていくのかなと思います。平日の様子でございました。皆さんいつもご視聴
今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。